マミムメもさやかです。それではガノン討伐のため、ゼルダの笑顔をもう一度この目で見るため、再びハイラル城へ来ました。ちなみに、赤い月は来たので、前回ここに訪れた時より時に倒したモンスターは全て生き返りました。あ、当たっちゃった。で、今マスターソードさんは眠っておられます。よいしょ、よかったね、これ作っといて、念のための保険になる。で、雷をなんとかしたいんですけど、雨だから焚き火ができないっていう。あれ、こっちじゃなかったんだっけ。こっちから行くのか。で、一回通った道ですけど、もう一回ノーカットで行きたいと思います。ノーカットと言いましたが、早速ちょっとお昼にしたいと思います。朝にしました。ちなみにですね、ちゃんと持ってきましたよ、ウルボザの、剣と盾とダルケルの武器とミファーの武器です。で、まあ大足はいつも持ってったんですけど、あんまり使ってないね。使っていきたいと言いつつ、なんかここぞっていう時に使おうとしてたら、いつの間にかライデルの方が強くなってたっていう悲しいやつでしたね。今回は完全にガノンのとこに行くっていう感じです。これ上の方になかったっけ、向こうが、あ、いたいた。あ、なんか前来た時と同じルートを通ろうとしてる気がする私。きっとガノンを倒した後でも前のセーブデータに戻るかで、きっとハイラル城の探索はできると思うから、今はただひたすらにこの情熱をだけを持ってガノン討伐に行きたいんですね。ここってもしかして、ああそこか。多分一筋縄ではいかないと思う。こっち行ってみようかな。スルーできないかな。あ、できた。落ちたら、はい、ダメ。こっちは坑道から行っちゃうんだっけ、下側から行っちゃう。迷子なうですね。進みたいときは進めないというジレンマ。ガーディアンにも絡まれたくないな。なの？崖崩れ。わっ！びっくりした。前もなんかびっくりした気がする。しかも向こう側から来た気がする前。こっから来た気がする。これ食堂なんだっけ？あ、こんにちは。食堂ですね。お邪魔しました。すごいね、なんかいろんな道がつながってるね。全然どう行ったらいいかわかんない。ここは展望室。
違う気がする。あわわわ、あー重い、あー固まってる、怖い固まってる。武器がさ、モンスターが落とさないんだけど、これやったんだっけ。やってないわやってないわ、ちょっと待って。うわ、ご丁寧にあるね。あ、なんか刺さってる。これ普通の剣。あ、なんかちゃんと刺してあるんだ。転ぐ。あ、前落ちたんだ、ここから。そうだそうだ。じゃあちょっとやりますね、コログ一匹だけだった、取っとけばよかった。ここにいましたね。さてさて、ここは違いますな。戻ります。食堂からこっち来たんだよね。こっちも向こう側からつながりそうだね。あ、食べよう。食堂から上に行ってみる。目がありますね。あ、これゲルドの弓だ。あ、初めて来る。はいはいはい。あー、あー、待って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 、それきつい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 。ちょっと待って、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 一匹ずつやり、一匹ちょいや、スルーしちゃおう。にょーにょー。で、ここだ、多分ライネル出てくるとこだよね。わ、白。待って。剣は、ライネルの剣でいいかな。行くぞ。あ、え、待って、これ避けれる？あ、ギリか。ダルケルの守り、いつでも使えるぜ。よいしょ、この雑魚が。うわ、2匹いるんだけど。あ、逃げ損ねた。待って待って待って、うわー、ちょっと待って。あざます。あ、間違えた。あ、届かないんだな。あ、ちょ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 、どうにかならないかな。あー、うあー、間違えた、バック転だった。あ、逃げなきゃ。あ、一匹死んだ。わわわわ、待って待って。よし、これで死ぬかな。死んだ。はあ、
そう。あー、やっぱ落とさないんだ武器。こっちだね。あ、そうだった。相手にしてたらいくつ盾があっても足りないよ。あー、避ける達人になりたい。多すぎません？急いでここ切れた。はあ、レベル1だけど8本続く。うわあ、昼になっちゃって、昼っていうか3時になっちゃってるから夕方になってるよ。有能すぎる。ああ、ああ、待って待って、近い、これすごい近いよ。苦手だから。よし。初めて効率的に使った気がする。ああ、来ちゃった。来ちゃってる。来ちゃってるよ。とりあえず回復しよう。フルーツパイ、甘いもんでも食べよう。あ、手汗がすごい。手汗がすごい。で、今盾がないから、あ、セーブしていい？あとちょっと動画切り替えします。こんがん、私の力ではもうガノンを。わわ、本当に救ってますね。うわあ、うわあ、なん。言っとくけど君のためじゃないよ。僕はガノンに借りを返したいだけだからね。これが私の最後の力。負けないで。行くぜ、相棒。さあ。
いだ、ガノン。派手に行くとしようかね。お姫様、もうちょっとの辛抱だよ。みんなの力が集まってきた。あ、すごい。おお、めっちゃ削れる、めっちゃ削れてる。ありがとう。すごい強い。涙出る。よし、リクダン行くよ。もう100年前と同じ過ちは繰り返さない。絶対に勝つ。いつものようにね、焦ってしゃがんでますね。あれ、タイムあったか。あ、待って、これで私、待ってください。焦ってます。てか曲カースガノンと一緒なんだ。てかなんか装備してるものが変わってるんだけど、とりあえず大橋使うでしょ。で、攻撃力アップを食べます。ありがとう。ダルケル様ありがとう。これって返せるのかな。怖くて返せない。おお、当たっちゃった、ごめん、リクタン。わー、総集編って感じ。待って、普通のやつか。間違えた、矢持ってた、矢持ってたんだって。あっ、おー、わー、火をまとった。待って、ダルケル様のあれ使おう。体験だからちょっと難しいけど。あー、ちょっと当たっちゃうよ、当たっちゃうよ。落ち着いて、落ち血。あ、聞いてないな、この音。これ何？わっ！そんな小さい火の玉が。どうしたらいいんだろう。炎効かなくて。これね、逃げ切れないから、あの炎の玉を何とかしなきゃいけないんだろうね。返してない？返してないね。あ、待って、あー、どうしたらいいかな。にゃ、痛い。うん、なんか今変な音したね。違うな、違うな。ちょっと焦りすぎ、焦りすぎ。落ち着いて。
ちょっと減ってる。あ、おいしょ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 。あ、ダルケルの守りだ。さっき待った。おお、ダルケルの守りいつでも使えるぜ。う、ありがとう。これどうしたらいいんだろう。うわっ、待って、びっくりした。安心もつかの間。うわ、あー、ごめん、ありがとうダルケル様。となになになに、ちょっとミファーの武器も使ってこうかな。強引なやり、ちょっとそろそろちゃんと返したい。ダルケル様ごめん、本当にありがとう。ラッシュ来ないのかな。あれ上級キリに乗りたかっただけなんだけどな。意味ないよね。それとも木の矢じゃもう効かないのかな。あー、待って待って、こ今度こそ避けようと思ったのに。もう今までと違って早いんだよね。よし、でウルボザ様の剣を使おう。これ甘、まあ、いや使おう。なくならせないように。あれ、うわ、回復しとく。アンド攻撃力アップをね、食べようと思うんですね。うわ、落ち着いて落ち着いて。新しい攻撃ですか。あー怖いチキンってる。これだってウルボザ様の盾だから。あ、え、あ、すごっ、え、すごっ、この盾ってそういう効果があるの。あ、あー、これ返せたらかっこいいのにな。待って、今盾になったじゃん、弓になってる。で、この後槍が来ない。あ、返せなかった。次こそ、よし、気持ち悪い。
なんか光ってる。